よくここまでたどり着けたものだね。君のように生を放棄し続けるものが、あの方がそうせよとおっしゃられた。だから私はたどり着かざるを得なかったんだ。実に哀れましい話だね。言っておくけれど、秀吉を倒すことなど君には不可能だよ。それで何も問題はない。挑めとだけ聞かされた。勝利を得ろとは聞いていない。せっかくだ。